住吉会は、東京都港区赤坂に総本部を置くバクト系、指定暴力団である。勢力範囲は1と1同一不十五件、構成員は2600人で巡構成員等を含めると約4200人。六代目山口組、神戸山口組及び稲川会と共に、公安委員会から主要暴力団として位置、続けられている。米政府より、 薬物や武器の密輸、人身売買等の犯罪に関与する国際犯罪組織と認定されている。住吉一家を中心とする、主に東日本に勢力を有する幕と敵屋の連合組織である。歴代の住吉一家総長を重んじる組織である。幕末から明治初期、住吉町の旦那と呼ばれた伊藤松五郎が五十嵐徳次郎の後目を継ぎ、 東京芝浦一帯で結成した、クと住吉一家を前身としている。一家の名称は、伊藤松五郎が、東京日本橋住吉町出身であることから、付けられた。その後、横浜の沖縄市であった、倉持直吉が1918年頃に、東京都内を本拠地として、住吉一家二代目を結成。これを直接の起源とする。以後、港会、住吉会、 住吉連合、住吉連合会と順次会九1991年に、再び、住吉会へと名を変えた。1958年、住吉一家三代目、総長、安倍重作が、住吉一家を中心として、関東の幕と敵や、愚連隊28団体の連合を、公平一家の稲毛十蔵に依頼し、港会を結成。その会長には、公平一家十代目、 総長、青田富太郎を据えた。1962年、安倍重作が引退。石上義満が、住吉一家四代目を継承し、港会会長に就いた。その後、石上義満は、港会を、住吉会と改称した。1963年12月、住吉会は、松葉会、金星会、日本国水会、儀人党統制会、 国政会と共に、小玉吉夫の提唱する関東会に参加。1964年3月、警察庁が住吉会を広域重大暴力団に指定。他に対象となったのは、山口組、本田会、柳川組、近政会、松葉会、日本国水会、東政会、日本議人党、北政会であった。同年6月には、関東会定例総会において、 住吉会会長、石上義満が関東会の二代目理事長に就任。警察の第一次頂上作戦により、石上義満が逮捕されたことから、翌年の解散につながった。広域暴力団に指定された10団体のうち最初のトップの逮捕であった。1965年1月、関東会は解散し、同年5月に住吉会は解散した。 1967年、堀正夫が、住吉一家五代目を継承するとともに、解散した住吉会を引き寄せ、住吉連合を結成し、代表に就任。1972年には、稲川会、国域会、東和会、講和会、義人党、松葉会、二律会、総愛会とともに、バクト系暴力団の親睦団体、関東20日会を結成。 1982年、堀正夫が組織を刷新し、組織名を住吉連合会に改め会長に就任。この時期には、極東会を相手取った、いわゆる池袋構想が発生し、その過程で、参加公平一家系の組員が警察官を誤射したことから社会的な非難を集める。さらに、そこから、九州の同人会との構想が突発的に発生し、 首都圏に置く拠点の大半を同会に吸収されかけるという危機に見舞われるも、まさに毎一発というところで平和的な解決が実現するに至っている。1988年、堀正夫が住吉連合会日の一家四代目、川口良氏に住吉連合会会長を譲り、自身は総裁に就いた。1991年2月、住吉連合会強皇二代目、 西口茂雄が住吉連合会会長に就任した後に住吉一家六代目を継承。同年のうちに西口茂雄が住吉連合会の各一家親分との親子血縁杯付きを行い、組織名を住吉会と解消した。1992年暴力団対策法が施行され、住吉会は山口組や稲川会ともに指定第一号となった。 1998年6月、西口茂雄は、住吉一家六代目総長のまま、住吉会理事長で、住吉一家小林会二代目会長の福田春明に、住吉会,会会長を継承させた。2002年4月、福田春明は、西口茂雄の指名により、住吉一家七代目を継承した。これに際し杯直しは行われなかった。またこれまで、 参加のほとんどの団体の名称は、住吉会一家であったが、住吉会住吉一家と改めた。2014年4月、福田春明が会長職を退き、住吉会会長代行で、住吉一家共和六代目、関伊佐が会長に就いた。また、これまで一部を除いた参加組織の名称を、 住吉一家としてきたが、住吉一家を外し旧来の加盟とすることが決定された。2015年3月及び10月に直系組織の代名承継を実施した。2017年9月、西口茂雄が死去した。住吉会は六代目山口組との組織ぐるみの縁を持たない唯一の本州の団体で、六代目山口組とは数々の抗争事件を引き起こしてきたが、 塚かさ組長が出所した2011年には山口組と和解し組織間での接触が始まったとみられる。六代目山口組から神戸山口組が分裂した後の2015年9月に住吉会会長の関伊佐夫をはじめとする最高幹部ら十数人らが山口組総本部を訪問、塚かさと会談している。住吉会は山口組が 友好関係を結んでいる親戚団体とは異なり、これまで山口組とは一定の距離を置いていると見られていたため、こうした幹部らの集団訪問は異例となる。一時資料、ありがとうございます。